予感がする。昨日のモンスター騒ぎは何だったんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こちらでご案内してます。メインストリートには様々なお店がございます。ショッピングをご希望でしたら立ち乗り二輪車ウィリーで回るのがおすすめですよ。コスタのビーチでは海水浴はもちろん、サーフィン、ダイビングやチョコボートなどいろいろなマリンスポーツをお楽しみいただけます。ホテルといえばやはりロイヤルコーストとコスタデルソルリゾートの2つが有名ですね。他にもたくさんホテルはございますが、どこも満室でして飛び込みでの宿泊は少々難しいかと。コスタが誇る名店バールデルソルではシーフード料理からトロピカルドリンクまで当地ならではのメニューを取り揃えております。飲みすぎ食べすぎにはご注意くださいませ。コスター、お客様はラッキーだ。
ただいまコスタの観光をさらにお楽しみいただけますようにウィリーキャンペーンへのご参加を提案しております。よろしければお話だけでも聞いていってください。キャンペーンは立ち乗り二輪車ウィリーに乗ってあちこち観光するだけ。簡単ですよ。しかもウィリーの走行距離によって景品がもらえます。さあどうです、ウィリーキャンペーン参加しますよね。はい、ありがとうございます。お客様はウィリーキャンペーンに登録されました。お客様のウィリー走行距離はおめでとうございます。ルーキーライセンス達成しました。ウィリーは魔法エネルギーの消費も少なく星に優しい乗り物なんですよ。引き続きウィリーの旅をお楽しみください。デルソルにやってきました。材料も製造ごめんなさい、今は準備中なの。また来てちょうだいね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。フリフリゆらゆら、コスタデルソルへようこそ。クラードさんも踊られましたか。僕初めて踊ってみたのですが、なかなかいいものですね。次はぜひ一緒に踊りましょう。それでは引き続きワールドレポートをよろしくお願いします。
ピッツァ2枚。ランワイルドはただいま準備中です。ランワイルドはただいま準備中です。一番の道具屋はオイラの店だよ。どうぞどうぞ。お客さんお目が高いね。目利きがなっちゃいない。アイテム買うならオイラの店にまた来てな。アイテムの方ならオイラの店にお待ちしておる。コーヒーとコスタでタコスいかがすか。いらっしゃいませ。どのようなアクセサリーをお探しですか。リゾートウェアと合わせてもおしゃれですよ。コスタ特製のアクセサリー、どうぞご覧ください。いいマテリア入ってますよ。コスコスこさえたコスタでタコス。へい、いらっしゃい。今日は何人いたしましょう。また寄ってください。新作からヴィンテージまで何でも取り揃えてます。いいマテリア入ってます。どこかにおしゃれなカフェはないかしら。おっと、ここがどこか分かってるのか。ここはコスタの獣が集まるクラブデュエル。してやりてえな。運が良かったな。今は休業中だ。さっきすれ違った女の人のこと見てたでしょ。見てないって誤解だよ。派手にも使える攻防一体のドンキだぞ。マグロを捌くのにちょうどいいかも。
どんなのを探しだい。またいつでも寄ってちょうだい。またどうぞ。いらっしゃいませ。ロイヤルコーストへようこそ。申し訳ございません。本日満室となっております。お気をつけて、いってらっしゃいませ。
ースターを回るならウィリーが便利ですよ。あれよね。いらっしゃいませ。コスタデルソルリゾート。本日はご予約のお客様のみのご案内となっております。またのお越しをお待ちしております。またのお越しを心よりお待ちしております。ティファー、兄貴、ティファー。あ、嘘、ジョニー。皆さん、お久しぶりです。お元気そうで。ジョニーも。ここで何してるの？男ジョニー、一世一代の大勝負、ホテルのオーナーになったんだよ俺。でもちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほ、願ってもない申し出、大大大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。おい、ほら早く早く。迷子にならないようにちゃんとついてきてくださいね。買ったばかりなんでちょっと散らかってますけど、なかなかいい感じなんですよ。いや、話すと長くなるんですけど、意を決してミッドガルを出たものの、職なし、金なし、彼女なしの八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。売り値はなんと相場の半分、その上ドーンと融資までしてくれて、俺も感動しちゃって。皆さん、俺の城、シーサイドジョニー。うん、そっか、あ、いいね。だろだろ。シーサイドの割にはシーが見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。あー、来た来た、潮の香り。さあどうぞ。ようこそシーサイドジョニーへ。お部屋はティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はと、すいません、俺カポの市長に呼ばれてて。今日は皆さんの貸し切りなんで適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。クフ、ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆるとね、ね。負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。で、着替えねえとダメなんだったか。へへ、やっぱこれだよね。じゃ、先に行ってるぞ。
風が心地よい。なかなかいい宿だな。悪いな、留守番だ。これがベッドだよね。乗ったらそこが抜けそう。風が心地よい。なかなかいい宿だな。お兄さん、そんなボロ屋よりもっといい宿紹介するよ。中見たでしょ。こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。中見たでしょ。こんなボロ宿今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。デルソルでは今お客様の出会いを後押しするイベントを開催中。愛あふれる素敵な思い出をあなたに。コスタデラモール開催中です。どう、お兄さんも参加してみない？興味ない。俺はあいつに用がある。じゃあな。お友達？じゃあお兄さんから言ってくれない？フロマントさんたちって少し変でしょ？ビーチに集まっちゃってみんな怖がってるの。ドレスコードも無視で雰囲気ぶち壊し。どこかに連れ出してちょうだい。お願いね。あ、でもお兄さんもその格好じゃビーチに入れないわよ。ここはコスタデルソル。もっと自分を解放しなくちゃ。ってことで7番のチケットをあげる。はい。そのチケットでパイレーツランページとカードカーニバルのイベントに参加できるわ。
同じ番号を持ったパートナーが会場であなたを待ってるはずよ。パートナーと一緒にゲームをクリアすればアモールカードをプレゼント。カードはリゾートウェアと交換できちゃうの。ドレスコードをクリアして素敵な思い出を作っちゃおうね。じゃあコスタのバカンスを楽しんでね。最高の出会いがありますように。コスタ。の会場に行ってみて。パートナーがあなたを待ってるはずよ。ヒーマテリア一丁。コスタ特製のアクセサリー、どうぞご覧ください。アモールカードはコスタでアモールの景品です。パートナーとゲームをクリアすると手に入りますよ。またどうぞ。旅のお供にアイテムを一ついかがですか。いらっしゃい。上物を探すならうちの店で間違いなし。裏通りの道具屋はやめておけ。ありゃダメだ。コスタの道具屋といえばうちだよ。コスタ一番の道具屋はうちの店だよ。卓越した創作料理を君。旅のお供にアイテムを一ついかがですか。読みかけの本が波に流されちゃった。コスター、まあゆるゆると行きましょう。毎度あり。バカンスの過ごし方、読書の。焼け焦げた野生の顔。ハッピルンルン、どこですか。トントン、チトントロン、ルルンと。あたしがいると楽しいよ。チームもぐっと若返るし。コースターを回るなら、ウィリーが便利ですよ。アモールカードは、コスタでアモールの景品です。パートナーとゲームをクリアしてぜひゲットしてくださいね。悩みますよね。わかります。ハッピーテンダーチャレンジの受付はこちらです。と一緒に意中のあの子のハートも射止めてみませんか。おう、
さっきなんとかモールってチケットもらってよ、ここに行けっつうから来てみたんだが。町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手はあんたらしい。ん？お前そんなもんに参加してんのか？景品のアモールカードが欲しい。なるほど、じゃ俺に任せろ。あ、ちょっと待った、お客さん、その筋の人でしょ？射撃こそ我が人生みたいな、クロートさんはお断りだよ。なんだよそれ、だったらでっかく書いとけよ、最初から言えよ。後付けルールじゃねえのか？ん？俺がやろう。ああ、恥かかせんじゃねえぞ。おう、ドカンと決めてやれ。ほーれクラウド、よく狙え狙え狙え。チャチャチャンチャンチャンチャッチャチャーン。かー、ギリギリってとこか。お見事、いやー車種と応援の息ぴったり。今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだ。俺とお前がピカイチだとよ。どうかな。お前な、素直に喜べよ。今さら俺に気取るの疲れんだろう。じゃ、俺は先にビーチへ行くぜ。着替えたらとっとと来いよ。いらっしゃい、ど真ん中狙ってってよ。時間があったらまた来てよ。
撃つかれる前に、ウィリーはどうですか？どうせならただ取るだけ。クイーンズブラッドの殿堂、カードカーニバルはここよ。熱いバウトを楽しんでいかない？あら、奇遇ね。もしかして、あなたもパートナー探し中？まあな。パートナー成立。このイベント、特別ルールのチーム戦なの。ペアで同時に勝ち抜かなきゃならなくて、私一人じゃ参加できないってわけ。言うまでもなく、私が負けるわけはないから。あなたがパートナーならこの勝負勝ったも同然ね。さっさと終わらしちゃいましょう。さあ、次の挑戦者は誰かしら。まだわからないわね。ダメね。クラウド。ダメね。次こそ勝てるわよね。どれにするのかな。私ならそうしない。さあ、クラウドしっかり。ブーナー、いいよ、その調子。へえ、やるじゃない。ほら、早く攻めて。
ほど。その手、いいじゃない。決めちゃってよ。まあ、ここは様子見ね。やるじゃない。その調子。
悪くないかな。その手、いいじゃない。おめでとう。二人とも素晴らしいバウトだったわ。また遊びに来てちょうだいね。ありがとう。なかなか面白い経験になったわ。まだやるなら付き合ってもいい。それってもしかして誘ってる？ホワイニク様、勝つって分かってる試合を続ける気はないの？また新しいバウト場を探さなきゃ。私の予想を超えてくるバウターはなかなかいない。あなたはその一人。どこかでまた会えるのを楽しみにしてるわ。じゃあね。あら、振られちゃったの？一人で対戦できるコースもあるから気晴らしに遊んでって。熱いバウトを期待してるわ。いつでも待ってるわ。勝つまでやるわよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。